こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、武漢にあるイオンモールのことをちょっと話題にしてみようかと思うんですよ。イオンモールは日本にもたくさんあるね、ショッピングモールなんですけども、スーパーがありますよね。で、食品をいっぱい売ってるわけなんですけども、これ武漢でも当然ですけども、スーパーマーケットあって食品をね、いっぱい売ってるわけなんですよ。で、もちろん日本から持って行って売ってるものばかりではないと思うんですけども、まあ、武漢っていうのはですね、大体農作物、結構ね、農業が盛んな部分もありますんで、まあ、なんせ人口が1100万人以上いますからね、農業、第一次産業もあるわけなんですよ。で、そういうところの農産物を、まあ、売ってるということなんですけども、ちょっと記事を見てみましょうか。2月7日の記事が、今入ってるんですけども、イオンは7日までに中国、湖北省、武漢市内で営業を続ける総合スーパーの店内の様子を公開したというふうになってます。ちなみにこのちょっと前、1月にですね、必要最小限の営業に必要な従業員さんを残して、日本に、もうね、従業員さん戻ってきてる部分もあります。で、武漢市は新型コロナウイルスによる肺炎の発症地と、1月23日から市内の交通網が遮断され、市民生活の実態が分かりにくくなってきた、まあそういう経緯もあったんですけども、イオンモールの公開動画の動画じゃない、画像の公開をしてですね、スーパーでは食料品を買い求めるお客様の姿が見て取れるかなっていうところでございます。で、画像もね、ちょっと今お付けしているところがあると思いますけども、ご覧いただければと思います。まあ、普通のスーパーで野菜がね、結構あるところですよね。で、この後なんですけども、1月24日からイオンモールのテナント部分っていうのは休業してるんですよね。要するにイオンモールっていうのはスーパーだけじゃなくて、他のね、アパレルとか書店とか音楽とかそういうものもありますんで、そちらの方はどういう点って形なのかな、そういう方は、まあ、営業してないということですよね。で、他の情報筋からなんですけども、実際に武漢に住んでらっしゃる方は、まあ、営業時間はだいたい3時間ぐらいだよと。で、基本的に並ばないと、30分ほど並ばないと買えないという状態で、あとはですね、車が使えないと、交通機関もないということなんで、基本的に歩いて行かないといけないんですよね。で、一つの家族で一人だけがですね、買い物に行けると、1日に1回もしくは2日に1回だけ買い物に行けるっていう状態なんで、やっぱ家族の分もこういっぱいね、買ってこないといけないんですけども、ただやっぱり歩きなんで、基本的に手でいっぱい持って帰れないですよね。だから持って帰れる量が非常に限られてるんで、例えばかさばるものを買っちゃうとね、まあ私なんて今子育てしてるんでおむつとかありますけど、おむつとかをバーッと買っちゃうと食料品が買えないんですよ。というところもあって、買い物は実質的な制限をかけられてるような状態なんではないかなと思いますね。で、ここにも書いてますけども、交通網が遮断されてはいるが、イオンは市内の生産者から調達ルートを確保しており、生鮮食料品は毎日入荷しているという。2月からは生鮮食料品に加えて、冷凍食品やチルド商品の販売も再開した。一方でマスクなどの衛生、商品は不足しているものもあるというふうに書いてますけども、ただですね、実態はですね、今これだから記事が2月7日ですけども、現在は完全にですね、外出が禁止になってしまいました。多分ね、2月の今23日なんですけども、2月の19日か20日ぐらいに外出が禁止になったと思うんですよ。そうなると基本的に商品っていうのは通販で買うか電話注文なんですけども、こちらのデリバリーもあんまり機能してなくてですね、なかなかつながりにくかったりとか、あと欠品が多かったり、それから買えるにしても商品が高いんですよね。もうこれはイオンモールの話じゃなくなってきますけども、デリバリーで商品を買おうとすると、だいたい今までの価格の4倍から5倍ということらしいんですよ。で、お肉は基本的には生肉がなくて、ソーセージみたいな加工肉とかハムとかね、そういうのしかないということなんですよ。どうですかね、今ソーセージが何本かあって、それがね、800円ですとかっていう形で売られるのかなと、もう1000円とか2000円とか、そんな感じじゃないかなと思うんですよね。で、この記事が、イオンモールの記事があったのが2月7日なんですけども、これを境に多分もうちょっとしたら外出禁止になったりとかして、そうなると従業員さんも働きに行けないんで、多分今はこのイオンモールもやってないんではないかなと思うんですけども、情報がある方はちょっとお寄せいただきたいと思います。さあ、それですね、私はね、非常にね、嫌な、予感がするんですよ、皆さん。それはですね、世界的な基金が来るんではないかなって考えてるんですよね。世界の基金です。新型コロナウイルスが今みたいな状態で、
まあ、流行るとですね、何が起きるかっていうと、多くの方は外出しなくなりますよね。で、会社も休業するところが多いんですよ。で、武漢なんてのは完全外出禁止なんで、これで何が起こるかというと、今物流が止まってる状態なんですよ。例えばですね、先だって入ったニュースによると、鳥ですよね、鳥ちゃんを1億匹処分したみたいなニュースが入ってきたんですよね。まあ、これは中国武漢で飼育してる鳥っていうのは93万匹かなんか、まあ、とにかくすごい量いるんで、1億匹処分してもまだまだ揺るがないところだと思うんですけども、ただなんで処分したかっていうとですね、鳥ちゃんが食べる餌があるじゃないですか。で、餌が届かないらしいんですよ。餌が届かなくって鳥ちゃん食べるものなくなっちゃって、で、もうね、殺処分するしかないっていうふうに、泣く泣く農家の方も処分したっていう形らしいんですよ。で、今度餌ですね、鳥の餌っていうのも運べないんで、どんどんそこにあるだけっていう感じですよね。で、その他の家畜も同じです。牛にしても豚にしても何にしても餌が届かないんですよ。だから飢え死んでしまうんですよね。なんかこういう状態も起きていくと何が起きるかっていうと、家畜ってもの、生肉ってものが消滅していくんではないかなと思うんですよ。で、魚も同じですよね。魚、物流、海から港に上げて、港から街中に魚を届ける物流ってのがないですから、魚も街中から消えていくんではないかなというところですよね。そうなると加工肉しかないと。で、野菜もこれから、まあ、外出禁止ですから野菜の収穫ができないんですよ。どうせ野菜の収穫できないんですよ。武漢っていうのは大きな農業地帯もありますんで、そこの収穫ができずに、そのまんま農家の方が世話をするでもなく、農薬をまくでもなく、水をまくでもなく、そのまんま、農作物は終わってしまうと、なくなってしまうという状態になりますよね。さあ、そういうことをね、考えると本当にね、世界的な危機が来るんじゃないかなと思います。で、先だって中国はアメリカから鳥をですね、生きたまま輸入するというね、お話をされてましたけども、ただ厄介なのはアメリカでもね、同じような病気が流行ってるんですよね。インフルエンザっていう名前ですけども、これがね、コロナウイルス、武漢熱なんじゃないかなって説もあるんですよ。そうなると今度はアメリカも中国に輸出してる場合じゃないぞってことになるんですよ。で、これが二大国で起きてますんで、それはね、他の国っていうのはますます食品についてものすごくね、危機感を覚えなくちゃいけないんじゃないかなと思いますよね。まあ、日本も今までね、やっぱり安い野菜とか、それから低価格の外食とか、中国の飼料に頼ってきたところがあると思いますんで、野菜とかね、お肉に、だからそれがね、入ってこないとなると、多分格安の飲食店ってのは軒並み値上げをするか、もう廃業するかってことになると思います。ちょっとこの辺でね、記事の方に行ってみましょうか。武漢は大規模な飢餓の発生とネットワークの遮断を恐れているっていうタイトルで一つ記事があるんですけども、読ませさせていただきますね。今、一握りの野菜しか買えないっていうことなんですよ。武漢のネットユーザーの人は、武漢市政府は閉鎖管理を発表しただけで、住民たちが買い物する方法については言及していないっていうことなんですよね。で、市政府が興味があるのは厳密な封鎖だけで、閉鎖ですよね。市民の食料購入は言及してない。要するに市民が何を食べようともう関心がないってことなんですよ。米や野菜はどのように購入するか、その方法が市民には全くわからないんですよね。武漢のほとんどのコミュニティはこれまでのところ流通グループ等を組織していないわけなんですよ、ね、食べ物を得るには買いに出かける必要があるが、これをどうすればいいのかっていうことになってきます。今外出禁止ですからね、で、若い方だったらこのスマホのアプリとかで通販を買うこともできたんですけども、まあ携帯電話とかパソコンを使わない高齢者には日本と同じでそれが厳しいということもありますし、あとね、武漢封鎖の翌日、スーパーマーケットで買い物が許可されて店に人が殺到したんですけども、やっぱりね、スーパーは密閉空間なんで、やっぱりね、感染がそこで広がってしまったということもあります。で、スーパーの担当者は、高齢者たちは30分以上並んでも少しの大根が買えるだけだっていうようなことを言われてましたね。で、何も食べてないって方もいらっしゃるんですよ。今日だから2月23日の時点でもう何日も何も食べてないよって方が出始めました。武漢のあるネットユーザーは、家に食べ物がないので野菜を買いに行った。ところが、開花に行くと建物のドアはブロックされていて外に出ることができなかったと。そのネットユーザーは武漢コミュニティにブロックを解くように要請しようとしたが、どこに通知していいのかわからないと。二人で暮らしている彼らは結局何も買えず外出することができていない。今日まで2日間、二人は泣きながらインスタントラーメンを食べているとい
いうことなんですよね。でオンラインで食料を注文しようとショッピングアプリをすべてダウンロードしたが、食料はすべて予約済みか一時的に閉鎖となっている。で買えてもね高いんですよ。そういうことがねここに書かれてますね。今これ記事読んでるのはね、なんだろう、結構ね信頼インディープって記事ですね。地球最後のニュースと食料って書いてますね。インディープって記事、まあどういう記事なんだろうなこれ、で飢餓のリスクが高まってるってことなんですよね。武漢で一人暮らしをしているネットユーザーは2月11日にスーパーに行って並んだが、買えたのは数個のジャガイモだけだったというね、そういうふうなレポートです。他のネットユーザーは武漢の状況は非常に悪い、大規模な餓死が発生する可能性さえあると述べていると。で仮に小規模でも餓死者が発生した場合、ネットユーザーたちが恐れるのはその事実を隠そうとするために武漢のネットワークそのものが遮断されるっていうね、そういうふうな懸念もあるということなんですよ。まあこれはありそうですね。であるネットユーザーはネットワークが遮断されたら次は大規模な飢餓となっていくだろうと。そうですよ、今ですら物流が止まって食料品が店舗に並ばなくなってきて、で自宅にもデリバリーが届かなくなってきてるんですよ。もう今家にあるものを細々と食いつないでいく、水を細々と飲みつないでいく、生きるのがやっとな状態でですね、これから食料の供給が全く見込みがないとなると、さあどうなるんでしょうかってことですよね。この広大な中国で食料品を欲しがる人は山ほどいるんですよ。じゃあ武漢に届くかどうかっていう保証はないですよね。特に今武漢は都市部が多いですから、その都市部にね農家の方からわざわざ食料品を送ってくれる方がいるかなと。農家の方も生産者の方も備蓄してしまうんではないかなと思いますし、それよりも何よりもやっぱりね、共産党の方がね、中国共産党の方が食料を確保してしまうんではないかな、そして思い思いに分配していくんではないかなって気がしますよね。で世界中がこの事実を知ったところで、もう世界にも食料がねそんなに今あるのかなっていうところなんですよ。皆さんちょっと背筋が寒くなる思いがしませんか。私たち今日本に住んでますよね。食料品今そんなに急になくなるような気がしないじゃないですか。でもですね、これあっという間なくなりますからね。阪神淡路大震災とか、それから東日本大震災とか、熊本の地震とかね体験したと思うんですけども、熊本の地震の時は福岡にまで商品が並ばなくなっちゃったってことがあるんですよ。で東日本大震災ではいつまで経ってもペットボトルの水が手に入らないとかね、そういうの販売制限が起きたりとか、トイレットペーパーがなくなったりとか、だから本当にねもうなんていうんですかね、綱渡りのような感じで私たちは暮らしてるんですよ。で1ヶ月間物流がストップしたらもうね何を食べていいのか分かんない状態になると思うんですよ。だから私は普段から家の中に食料の備蓄、保存食、それから水、これは1ヶ月ぐらいね食べていけるぐらい確保していきましょう。私たちは今までね災害とかで学んだはずだっていうことをお伝えしてるんですよ。東日本大震災の時にペットボトルの水がねなかなか手に入らなかったじゃないですか。でも今今日の時点ではペットボトルの水ってそれほど湯水のようにあるわけですよ。ペットボトル1本ね2リットルが98円とか78円とか58円みたいなのもあるわけですよ。でそれをねみすみす今買わないというね、当然ですけど何年も保存するのはまあさすがにペットボトルでも難しいんで、半年とか1年持っておくつもりでそこにね家にちょっと置いといて10ケースぐらいでもで賞味期限が切れる前に飲めばいいじゃないですか。それをずっとサイクルでやっていったらいいわけですよ。だからそういうこともありますんで、まあ、私の方はね徐々に備蓄を貯めていってるのと、ペットボトルの水もかなりの量、もう前々からね何年も前から私放送で言ってますけども、だいぶ確保してますし、それから保存食ですよね、緊急の保存食、こういったものも普段から食べてるんですよ。5年間保存が可能ですから、これについては。だからそういうの普段から持っておいて、防災袋と一緒に家族4人が1ヶ月食べていけるようなそんなね食料の備蓄は、まあ、しておいてもいいかなと私は思うんですけどもね。はい、ちょっと記事の方に戻りましょうか。餓死者がそうですね、すごいですね。ここ読んでみましょうか。湖北省シャオガンの防疫対策本部、まあ免疫に対する防疫ですよね、全ての都市住民が家を出ることを厳しく禁じられていると述べた。全ての車両の運転は禁止されており、交易、運送、生産、日用運搬などの車両だけが免除されているということですよね。必須ではない公共の場所は全て閉鎖し、薬局、指定されたスーパーマーケット、ホテルは本部の要件に従って、定期的に開設を許可すると、禁止命令に反した者は10日以内に公安により拘束されるということは怖いですね。今外出禁止令の武漢というのは外出したらですね逮捕されるんですよ。いやもう外出できないですよね。
ゴミ捨てに行くときだけみたいな感じです。で、買い物はできるということのようですけども、先ほどお話したようにですね、食べ物そのものが減り続けてるんで、もう物価高が来てるんですよ。食料品が4倍とか5倍になってるということなんですよね。皆さんが今ペットボトルの水をね、1本500ミリを、まあ、100円で買うとするじゃないですか。これが500円になるってことなんですよ。で、深刻な問題は他にも様々あります。そういうふうに物価が高くなるっていうのもあるんですけども、ほとんどの人は外出禁止、そして町中が事業停止してるんで、操業停止してるんで仕事に行けてないんですよ。皆さん想像できますか？1ヶ月間仕事がなかったらどうなります？社員だったらまだね、保証があると思います。 60% 給料支給とかあると思いますけども、パートさんとか日雇いの方とかアルバイトの方とか臨時雇用とか派遣社員の方って休んだらゼロなんですよ。1ヶ月これが続いたらどうなりますかってことなんですよね。お金なくなっちゃいますよね。で、中国ってのはアメリカに劣らずともクレジット社会なんですよ。多くの方は中国の経済発展をもとにですね、不動産を買ってしまうとか、マンションを買ってそこに住んでいるとか、それから車を買ってローンを組んでるとか、で奨学金を払い続けているとか、他にもいろんな借金をしながらね、これから経済どんどん良くなってるんで、働いて稼いで、それでローンを払ってるって暮らしをしてるんですよ。でも創業が停止した会社休めって言われてね、もしくは解雇になっちゃって自宅待機、外も出ることできないってなったら、この支払いだけは続くんですよね。で、物価は高くなって食べるのもやっとみたいな。それ借金払えないですよね。借金が払えないけどもお金を借りれるかって言ったらもう借りれないんですよ。シャドーバンキングみたいな利息の高いところありますけども、それも借りれないと、そういうことになってますよね。当然そうなると焦げ付くっていう問題が起きてきます。やっぱり借金をたくさんする、クレジットでたくさんのものを買った中国人っていうのがね、武漢の人っていうのいっぱいいるわけですけども、それが回収できてからこそ、やっぱり、ね、金融会社も儲かりますし、金融会社に投資してる投資家も儲かるわけなんですけども、取りっぱぐれてしまうとね、お金が払えませんとか言って債務者がデフォルトしてしまうと、もうお金を貸した方も潰れてしまうんですよ。でそういうことでものすごくね、荒れるんではないかなと。この金融市場がすごいことになるんじゃないかなと思いますよね。で、3ヶ月操業が停止したらどうなりますかってことです。今度は3ヶ月仕事がなかったらどうなると思います？収入はない、支払いは続く、食料費はどんどん高くなると。もう悪夢ですよね。で、どうしようもないですよね、これね。どうしようもない事態が今武漢で起きているんではないかなっていう風な形です。だからコロナウイルスも怖いんですけども、お金がなくなっても人は死ぬんですよね。飢餓に直結する可能性のある事態が次々と起きているっていうふうに記事の方では締められてますよね。そして何もかもが世界的規模の飢餓に向かっている気配があるというのも書かれております。すでに世界の豚の4分の1を消し去り、世界50カ国に感染拡大しているアフリカ豚コレラはさらに全世界に広がるかっていうね、そういうふうな記事もありましたけども、以前ブルームバーグっていうね、有名な記事があるんですけども、こちらの方ではですね、2020年には中国で1000万トンの豚肉が不足する可能性があるというふうに2019年の報道で述べていたんですが、先日までですね、1億羽の鶏が処分されているということです。これフィナンシャルタイムが報じていました。これも有名なところですよね。で、1億羽の鶏が死亡したとされているんですけども、なぜ中国でこんなことが起きているのかと言いますと、これも新型コロナウイルスの影響で、中国ではウイルス拡散を制御するためのなんですか、移動制限により動物の飼料の出荷が停止されている。先ほどお話しましたよね、動物さんの餌の出荷が停止されているんですよ。だから動物さんが飢え死んじゃうんですよ。飢え死んだ結果、食肉とか送られなくなっちゃうんですよね。卵も全然生産されなくなります。で、家畜がせっかく何年もかけて育ってきたのに、そこがストップになってゼロになっちゃうと、今度ね、家畜もまたゼロから作んないといけないんですよ。ゼロからってことは卵から作んないといけない、子牛から作らないといけないということになりますけども、その量はもうすでに減っているんで、これ経済を復活させる、生産を復活させるのはかなり至難の技になってきますよね。はい、ちょっと話戻りますけども、養鶏農家に餌が届けられていないために鶏が次々と衰弱して死亡していってしまうということなんですよね。で、養鶏業者の方は餓死する前に次々と殺処分するしかなくなってきます。で、病気がまたね、2時間差に3時間差にしちゃいますからね。で、中国は養鶏の規模は世界第2位で、93億羽の鶏が飼育されているそうなんですけども、この中の1億羽がね、処理されているっていう考えると全体からわずかなような気がしますけども、しかし中国の輸送の停止の問題がそうすぐに
解決するっていうことではないと思うんですよね。で、中国での輸送や生産の停止が今後も継続していった場合、さらに多くの鶏を2億、3億、4億、5億、10億というふうに殺処分しなければならなくなります。中国の大手、養鶏業者はね、そういうふうに話しています。アフリカの豚コレラでは中国の豚の5分の2から半数ほどが殺処分されたんですけど、今度は鶏も同じような目に遭うんではないかなってことですよね。で、先ほどもお話しましたけども、アメリカから生きた鶏を輸入するという政策を打ち出したんですけども、やっぱりアメリカもじゃあ素直に鶏を輸出してくれるかなってことですよね。アメリカはアメリカで確保しておきたいってことにもなると思いますし、かなりの高値で取引されるんではないかなと思います。いや、怖いですね。もしかするとすでにアメリカでも新型ウイルスの大流行が始まってるんではないかなっていうふうに考える人もいるわけなんですよ。で、2月17日のプレジデントでなんですけども、死者1万人超、米国インフル猛威は実は新型コロナかもしれない、要するに武漢熱かもしれないっていうね、そういう報道もあるんですよね。インフルエンザと似た症状を示した患者に対しても新型コロナウイルス検査を開始するというふうな報道も出ています。これはロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、シカゴ、ニューヨークの5大都市でですね。いや、まだまだね、恐ろしいニュースがいっぱい入ってきますけども、今回の新型コロナウイルスはサービス業も今できないと、製造業もできない、要するに第三次産業、第二次産業が停止されている状態なんですけども、それどころか第一次産業ね、私たちが衣食住に直接関わる食べるっていう問題ももしかしたら危機に瀕しているんではないかなと。2020年は飢餓の1年、世界的飢餓の1年になる恐れがあります。まあ飢餓とまでいかなくても食料品の価格が高騰してですね、手に入りにくくなってしまうということがあるんではないかなと。私たち想像できないと思いますけども、やっぱりね、想像できないことが次から次へ起きるのが世の常なのかなと思います。まあ皆さんもね、食料品の確保を今のうちから徐々に始めていく方がいいんではないかなと思います。とは言ってもあるところでは生産がもう止まってますから、今日本人が買い占めたところで今日買っても明日買っても残数は同じですからね。だから誰が最初に確保するかっていうのはイストリゲームみたいな問題で、結局一定の日本人人数は餓死に向かうんではないかなっていう記載するんですけど、皆さんいかがお感じでしょうか。本当に私はね、今回の新型コロナウイルスはもちろん怖いんですよ。怖いんですけども、恐れるあまり過度に恐れて経済的な打撃の方が実は私たちを殺しに来るんではないかなと。で、もっと深刻なのは飢餓ってものすら押し寄せてくるんではないかなというふうな気がするんですよ。いやー、なんかね、怖いですね。武漢のイオンのイオンモールですか、イオンの話からこんなとこまで来てしまいました。皆さんはどうお感じになるでしょうか。それではですね、またレポートしたいと思います。それでは失礼します。